件数としては、芝浜、新品川、千学寺、新高輪、高南などが続いたが、選ばれた高輪ゲートウェイは130位、わずか36件であった。何のための公募だったんだと。 腹を立てる人が続出。もともと、ゲートウェイという名前をつけるつもりだったのだろうと噂されている。駅名をめぐり、撤回を求める署名運動もあったのだ。結局、駅名公募は何だったのか。なぜ、 高輪ゲートウェイになったのかは未発表のままであるメールのアットマークはツボに由来するメールアドレスに必ず入るアットマークこのマークの由来には諸説あるが 最も有力なのは古代ギリシャで使われていた壺から来たという説。古代ギリシャではオリーブオイル、ブドウ酒、穀物など様々なものが両側に二つの取っ手がついたアンフォラという壺に貯蔵されていた。 アットマークの A とは、この頭文字に由来すると言われている。ただ、このマークをアットマークと呼んでいるのは日本だけで。英語ではアットサイン。その形からサイクロン、スネイルとも呼ばれている。 レコードのシングル版の穴はなぜ大きいのか。日本でほとんど見かけなくなったアナログレコード。直径30センチメートルの LP 版と直径17センチメートルのシングル版とがある。シングル版の方は真ん中の穴が かなり大きい。これは1949年頃に作られたオートチェンジャーのシャフトの太さに合わせているからである。オートチェンジャーはシングル版をいちいちかけ替える手間を省いて LP 版の 長時間プレイに対抗するために作られたものでシングル版8枚を自動的に連続演奏できるようになっていたそのためシングル版の材料を節約するために大きくなっているわけではないちなみに当時はジュークボックスというものが 喫茶店をはじめとする飲食店やホテルなどに置かれて流行したジュークボックスは100枚から1000枚のレコードを内蔵し効果を投入することで動作する商業用の機械で東武1720系電車で 列車内のサロン室に設置されていたことさえある。ジュークボックスの最盛期は1940年代から1960年代中頃までで、特に1950年代に大流行した。 シマウマにはなぜしがあるのか白と黒の縞模様はシマウマが仲間を種類によって分けるための印となっているこのしを見ると同じシマウマの仲間でも少しずつ異なっているすでに絶滅してしまったが 南アフリカにいたクワッガは島が首だけにしかなかったこのことからも島模様は仲間の種類を見分ける目印の役目をしていたこの模様によって群れを作るときや繁殖するときなど遠くからでも 仲間のシマウマを見分けることができるのだ。特に群れになっているときは、この島が重要な働きをする。なぜなら、たくさんのシマウマが一塊になっていると、島のおかげで体の周りの線が消え、 馬という形がなくなってしまうのだ。つまり、島模様の景色となり、ライオンやヒョウなどの肉食動物に自分たちの存在が気づかれずに済むのだ。そのような理由もあって、あの島模様が発達したのだ。馬とマウ馬の違い。 馬族の中に馬の系統とロバ、シマウマの系統に分かれる。シマウマも馬族のため大きなグループとしては馬と同じ仲間ではあるものの、どちらかというとロバに近い動物である。シマウマの鳴き声は 馬とは全く違う。シマウマは犬のような鳴き声で初めて聞くと驚く人が多い。また、ロバもシマウマとはかなり違う鳴き方をする。ロバはキーホーと鳴くと言われている。 シマウマの背中は、乗馬用の馬とは違い、背骨が弱く、人間を乗せて、長時間走ったりすることはできない。気性も荒く、人を乗せるトレーニングをすることが、非常に困難である。 日本語に、ラ行は存在しなかった。国語辞典にも、明らかに、他の行と比べ、ラ行が少ないことがわかる。日本語本来の語彙は、は和語、山と言葉などと呼ばれるが、実はもともと、日本の言葉に、 ラ行で始まる単語は存在しなかった。国語辞典に載っているラ行の言葉の多くは中国から取り入れた漢語、またはヨーロッパからの外来語である。例えば、リンゴ、ラッキョウ、ロウソクなど、これらはもともと 漢語である中国語には、ラ行で始まる単語がたくさんある。奈良時代以降に、中国の言葉を学んでいた結果、ラ行が後藤に来ても発音できるようになったというのだ。ちなみに、ラ行で始まる言語も少ない。 現在、令和であるが、ラ行から始まる言語は、略王以来、680年ぶりである。また、最も短い言語は、2ヶ月である。その言語は、1238年11月23日から、 1239年2月6日までの略人というもの。略人というのは略す人という字も当てることができ、こうとこの世から人々が略される、人々が死んで消えていってしまうという怖い意味にもなってしまう。 だから当時の人たちから文句を言われたった2ヶ月しか使わずに別の言語に変えることになった他にも江戸時代だった1764年から1772年までの間「名和」という言語が使われていた 明和九年、一万人以上の人が亡くなった明和の大火という大火事をはじめ、たくさんの災害が起こった。当時の人たちは、明和九年、つまり、迷惑年、迷惑な年だからこそ悪いことばかり起こるんだ、と考え、 実際にその年の11月には言語を変えることになった。他にも、最も長い間使われた昭和という言語。この言語は1926年から使われ始めたが、正式に新しい言語が発表される直前に、 ある新聞社が新しい言語は公文光に文章で公文に決定というニュースを出しただが新聞社が政府の発表前に記事にしたから公文と決まっていた言語を昭和に差し替えたという説も出てきており その時、毎日新聞の社長であった元山彦一は、言語を誤って発表したとして、G を表明する事態にもなった。1956年9月17日、NHK のテレビに出演した、当時宮内省の 中島利一郎が年号は私の選んだ公文と決まったが事前に新聞で発表されたため昭和になったと証言している日本の標準時はなぜ 赤獅子が基準なのか。日本が世界と同じ時間の刻み方をするようになったのは明治時代に入ってからのこと。この時、日本の標準時間は兵庫県赤獅子と決められたが、それはなぜなのか。 世界の標準時はイギリスのグリニッジ天文台が基準となっている。ここは昔から精密な天体観測で天体史上に残る様々な発見を成し遂げてきた。その業績に敬意を表する意味でグリニッジ天文台を通過する死後線を 世界の時刻の始まりとした。そして、天文台から四五線が、十五度ずつ隔たるごとに、時差を一時間と決め、地球を二十四分割して、時刻が変わる四五線を、順々に取っていった。日本で、 24分割した四五線が通過したのは、統計135度のところにある赤石市で、ここが日本の標準時となった。もし、その四五線が、沖縄や北海道の知床半島あたりを通過していたら、日本も、 国内用の時差が必要だったかもしれない。キリバスという国は、世界で最も早く新しい一日を迎える国となっている。キリバスは、太平洋に浮かぶ33の島々で構成された青い海に囲まれた小さい国である。 国土は長崎県の対馬ほどしかなく散らばっている島の東西は 3200km ととても広大で排他的経済水域は世界第3位となっているこれだけ広大な領域に島が点在しているため 日付変更線をまたいでしまい島によって気付けが違うという問題が発生していたこれがあまりにも不便なため1995年に気付け変更線をずらすことになったキリバスの国旗は波打つ海に太陽が昇ってきている 絵画のようなデザインである国旗からもこの国の特徴がよくわかる日本の憲法は変えることができる現在の日本国憲法は1946年 11月3日に交付され、翌年の5月3日に施行された。この憲法を改正するには、衆議院と参議院の国会議員の3分の2以上の賛成が必要である。賛成されると、 憲法改正の発議を行い、政府が国民に憲法改正の提案をすることになる。この憲法改正案は国民投票にて過半数の賛成を得て承認される。日本のように、 簡単には憲法改正できない憲法を公正憲法と言い、比較的簡単に改正できる憲法を南西憲法と呼ぶ。公正憲法は長期にわたって国民の権利を守りやすいが、時代の変化に対応しづらいという欠点がある。 南西憲法をとる国はアメリカ、ニュージーランド、イスラエルなど一部に限られている。買い物前にコーヒーなどカフェイン飲料を飲むと衝動害が増えることが判明した。 アメリカのフロリダ大学ディパヤン・ビスバス博士は強力な興奮剤であるカフェインは脳のドーパミンを放出させ心と体を興奮させると話すショッピングセンターでお店の入り口にエスプレッソマシンを設置して 入店前の買い物客に無料のコーヒーを振る舞った。半分はカフェイン1 0 0ラム入りだったのに対し、もう半分のコーヒーはカフェインフリーであった。すると、カフェイン入りのコーヒーを飲んだ買い物客は、そうでない人より5割も多く、 お金を使い、三割多く品物を購入したという。買い物の内容も異なり、カフェインを摂取した人たちは、アロマキャンドルや香水など、本来とは異なる理由の不必要な買い物が目立った。 ネットショッピングの実験でも似たような結果が出た。学生200名を先ほどと同じようにカフェインを摂取グループとそうでないグループに分け購入するものを選んでもらう。するとカフェインを摂取したグループはマッサージ器具といった 衝動買いの典型のような品物を選びがちだった一方、摂取していないグループはノートのような実用的なものを選ぶ傾向にあった。ちなみに、衝動買いをしやすかったのは、毎日適度な量のコーヒーを飲む人たちであった。 適度な量のカフェインは健康を促進してくれるが買い物中だと予期せぬ影響があるのだ信号機の色が赤黄青になった理由 赤色が採用された理由は、人間の目は波長が長い色ほど見やすく、波長の長い色ほど遠くへと届きやすいという理由から赤色が採用された。赤色の信号は止まれという意味があり、 最も先に見えなければならない色である赤は人間を緊張させる効果があることも止まれの色として採用された理由の一つである黄色が採用された理由としては黄色は雨や霧の中など 視界が悪い状態でも見えやすい色であることから信号の色として採用された日本工業企画 JIS においても黄色は危険を表す色であり道路標識や工事現場などの表示にも使われている青色は 赤の次に波長が長く、人間の目で遠くからでも判断できる色として信号の色に採用された。青色は人間の気持ちを落ち着かせ安定させる効果もあることから、 ドライバーが安全に運転できるように考えられているのだ。実は信号機の色の順番は人が見えやすいように工夫されている。日本の信号は横向きの信号であれば左から青、黄、赤、 となっているこの色の順番はドライバーから赤が最も見えやすくするための工夫である日本の道路は左側通行であるが道沿いにはたくさんの看板や街路樹があることも多くそれによって 信号機が隠れて見えづらくなる可能性を考慮し、重要な赤色を道路中央に近い右側に設置しているのだ。また、横向きだけでなく縦向きの信号機もある。信号機は雨や雪が降った時、 色が見えづらくならないように帽子のつばのようなものがつけられているしかし豪雪地域などではこの信号機のつばに雪が積もり信号の色が見えなくなることがあるそこで信号機をたてにすることで。 雪が積もることを防いだり信号の色が判断できなくなる状況を防いだりしているのだそのため雪の多い地域では縦向きの信号機が多く設置されている縦向きの信号機の色の順番においても 見えやすいように赤色が一番上に配置されている歩行者信号では信号機から昔懐かしいメロディーが流れる正式名称は視覚障害者用負荷装置目が不自由な方のために 信号が変わったことを音で知らせるもの。何種類もあると視覚障害の方が混乱するとの理由で、警察庁は1975年、曲が流れるメロディー式の通りゃんせ、故郷の空、かっこピヨピヨという、 鳥の鳴き声のような音が一定間隔で出る擬音式の2種類に統一した。また、視覚障害者団体から擬音式の方が渡りやすいとの声を受け、警察庁は2003年に擬音式に一本化する方針を決めた。 そのため現在は全国の装置の98%が擬音式である。擬音式が良いとされる理由は音の出方にある。メロディー式は渡る先にある信号と後方の信号の両方から同時に曲が流れる。 一方で、擬音式は前後で交互に音が鳴るため、仮に歩道の途中で進行方向がわからなくなっても、音の判別で進行方向が確認できるということだ。 一人の銀行員の左遷がきっかけで宝塚歌劇団が誕生した三井銀行に勤めていた小林一三は何度も左遷されここにいても望みがないだろうと鉄道会社の現在でいう阪急電鉄に転職した 阪急電鉄の売り上げを増やすために、沿線に乗客を増やすための施設、宝塚新温泉を作ることにした。しかし、プールの運営方法などを知らないため、うまくいかなかった。水を抜いたプールで何かできないかと考え、 プールに客席を並べ、脱衣所を舞台にして始めたのが、宝塚歌劇団の前身である、宝塚少女歌劇である。シュガーボロー記念碑の気分。シュガーボロー記念碑は、 スタッフォードシャーのシュガーポールホールの敷地内にある18世紀羊飼いの記念碑である記念碑には D と M で囲まれた OUOSVAVV の8文字が刻まれているがこの文字の意味は未だにわかっておらず 世界的に有名な暗号文の一つとされているのだお菓子業界の社名の由来ポテトチップスで有名なカルビーカルビーの社名の由来は 肉のカルビから来ているのかと思いきや、全く関係がなく、カルシウムのカルとビタミン B1 の B をくっつけて作られた造語である。ガムやチョコレートでおなじみのロッテは、ドイツの文豪ゲーテの 若きウェルテルの悩みのヒロイン、シャルロッテに由来する。キャラメルコーンで知られる、東とは、創業時の社名、東京聖火に、初代社長が好きだった鳩を入れて、東と東京聖火とし、豚屋の人たちが使っていた、 東波との略語を採用したのだという、ポテトチップでおなじみ、小池屋は、大きな湖のように会社を大きく成長させたいと願いを込め、創業者の小池和夫の章を湖に変えて作られたものである。プッチョや 刺激 i g e x などを主戦力とする優派味覚灯ではお菓子が持つ楽しさ、ときめきを意味する遊ぶに波と書いて優派と商品名の七色の飴味覚灯を組み合わせて社名にしたものだというお菓子以外の 有名会社で言うと、アート引っ越しセンターは、電話帳の一番に乗るように、あ行の言葉に、芸術的という意味のアートな引っ越しという、引っ越し専業者であることをわかりやすくしている。任天堂は、 人事を尽くして天命を待つ。天に任せるの意味説が一般的である。マクドナルドは、事業の元となる権利を契約した兄弟のせい、マクドナルドから来ている。ミクシーは、 交流するという意味のミックスと人、愛を組み合わせた造語である。最後に、スターバックスは、小説、白ゲの航海士の名前、スターバックから取っているのが由来の一つである。 ヘアピンの歴史。髪を留める留め具の一つ、ヘアピン。髪をまとめたり、留めておいたりする他にも、カールやウェーブを作る際の道具として用いられるが、最近では髪の長い男性が使うこともある。 いわゆる U ピンが登場する前ギリシャやローマの女性は髪を留めるために装飾用の長いストレートなピンを使っていたこのピンは形も機能も現代の未開民族が使っている細い動物の骨や 植物の茎とそっくりの棒状であった古代アジアの墓地から多くのヘアピンが発掘されており中には飾りが施してあるものもあるがどれも形はシンプルなストレートピンで1万年もの間ヘアピンの形は 変化しなかったことになるクレオパトラが愛用したヘアピンも象下製で長さはなんと17センチメートルのものだったというそれが200年の年月をかけ夕方のボビーピンに変化していく そのきっかけは、17世紀のフランスの宮廷で、カツラが大流行したことで、カツラをしっかりとかぶるために、髪を短くするか、ヘアピンでしっかりと留める必要があったのだ。18世紀にイギリスで、ボビーピンと呼ばれるようになり、 19世紀には、現在の強化ワイヤーに黒ラッカーを塗ったものが大量生産され始める。これで、1万年以上もの歴史を持つストレートピンは廃れてしまった。チーターはなぜ、 速いのか地球上で最も速く走れるのはチーターである7 0 0メートルの距離を走る時間をストップウォッチで測ったところ22.4秒という結果が出た時速に直すと1 1 2 5キロ 途中の速さはもう少し速いだろうチーターの速さで特に素晴らしいのはそのスタートである出発して2秒で時速7 2キロになるこれはレーシングカーでさえ難しいことである また、これ以上に、止まることも難しいものだ。全力で走りながら、ほぼ瞬間的に、その場に止まることができる。自動車の場合、時速100キロのスピードなら、止まるまで、100メートルは必要である。 チーターのスピードの秘密は、まず、体つきにある。小さな顔、細くて長い足、引き締まった胴体で、流線形の形をしている。よく見ると、体中が筋肉の塊で、猫科の動物に特有の、 柔らかい体をしている。爪は猫科の動物であれば普通は出したり引っ込めたりするが、チーターの場合は出したままである。この爪が地面に突き刺さりスパイクの働きをしている。つまり、 チーターの体を詳しく調べると本当に走るためだけにできているように見える。チーターは長距離走は苦手である。全身をバネにして最高スピードを出すためすぐに疲れ長い距離は走れない。 獲物を狙うときは、三十メートルほどの距離まで近づいてから、一気にダッシュして、百メートルから二百メートルの間に勝負をつけなければならない。どれだけ追いかけても、五百メートルまでが限界だろう。獲物の中には、 時速80キロから90キロ近くで走る者も,もいるため、チーターの狩りはよく失敗に終わる。その成功率は50%以下である。陸上生物の中で狩りの成功率が最も高いのはトンボである。 その成功率は95%はやぶさが47%イエネコが32%ライオン18%オオカミ14%ホッキョクグマ10% トラ7.5%トンボはなぜ95%も成功させられるのかそれは4枚の羽をそれぞれに動かすことが可能だからである昆虫の世界でも なかなかない能力で、方向転換したり、スピードも自由自在になる。頭全体に目があり、視力のデータ処理は、一秒間に300フレーム。獲物を追いかけるだけでなく、獲物がどう飛ぶかを予測することもできるのだ。 チーターはライオンより成功率が高いがライオンは失敗してもすぐに次の狩りに行けるだがチーターはエネルギー消費量が多いため次々に狩りに行くことができないのだ ピン芸人のピンの由来。一人芸をする芸人のことをピン芸人と呼ぶが、このピンはポルトガル語のピンタに由来する。もともと点を意味していたピンタはいつしかサイコロやカルタの 一の目を表す意味へと派生していった。16世紀にポルトガルから日本へ伝わった現在のトランプに近い形をしたカルタをきっかけにその言葉と意味も広まっていった。日本では ピンイコール一の意味が転じ、一番良いものを表すようになり、ピンからりまでといった言葉も生まれた。また、密告するという意味で使われる、チクるという言葉。これは、チクッと刺すから、 チクルとなったわけではない。チクルは、東語で、口という言葉を逆さにしたチクに、ルをつけて、動詞化したものだ。チクルの同義語に、刺すという表現もある。こちらも、チクッと刺すの、 刺すではなく「指」と書いて「指す」警察などに仲間のことを密告する際「あいつです」と指すことから来ている空に向かって威嚇射撃した時の弾の行方は テレビドラマの刑事者で犯人を追う刑事が止まらんと撃つぞと叫び空に向かってピストルを放つシーンがよくあるしかし空に向かって撃ったらやがて弾は落ちてくる落ちてきた弾が自分や 周りの人に命中する危険性がある。実際、フィリピンの繁華街で、新年を祝って、空へピストルを発射。その度に、流れ玉に当たって、死亡したり、怪我をする人が何人も出て、大問題に発展したことがある。 現在は発砲が禁止されているが、キリスト教徒の多いお国柄、クリスマスからのご陽気続きで思わず発砲する人がまだいるのだ。そのため、日本でも本当の刑事は、 空に向かって威嚇射撃するようなことはない。近くに川があれば、その水に向かって撃ち、水がなければ、土の地面に向けて撃つことになっている。それでも、水面で反射して、事故につながる可能性も残されている。 日本のほとんどの刑事は練習以外でピストルを撃つ機会のないまま定年を迎えるのが普通である日本で銃が禁止になったのは1946年6月15日施行のポツダム緊急直令。 銃砲等所持禁止令によって狩猟用等を除き民間の銃の所持は禁止された東京ディズニーランドの舞浜駅の名前の由来アメリカのリゾート地 マイアミビーチにちなんでついた名前である1983年ディズニーランドが開園したとき駅も新設されることになった当時ディズニーランド前駅が最も有力であったがマイアミと ビーチを合わせた、舞浜という駅名に決定。マイアミに、追いつき追い越せという願いが込められ、このネーミングになった。また、マイアミと舞浜の響きが似ていることから、外国人観光客にも、 馴染みやすいというメリットもある。そんなディズニーランドはコロナウイルスの影響でどのくらい来場者数が減ってしまったのか。2019年まで約3000万人ほどは年間で来場していた。 翌年2020年には756万人まで来場者数が減っている2020年は約4ヶ月間臨時休園があった運営再開後も季節のイベントやショー パレードを中止し、チケットも完全予約制にするなど、入場者数を徹底的に抑えて営業していた。2021年の来場者数は未発表である。ワンデイパスポートの値段は、 開園した1983年は3900円であったが2014年消費税8%になった時には6400円そこから2019年消費税が10%になった時は 7, 円そこから毎年値上げを続け2021年10月には9400円となった2022年神を信じるアメリカ人の数が 過去最低になった。世界160カ国でデータを分析・調査する組織ギャラップによると神を信じるというアメリカ人が過去最低となったことを発表した。特に低下率が著しかったのは 18歳から29歳の若年成人。だが、全体的に見ても、2017年の調査から6%もダウンし、歴史的な低さだと言う。神を信じると回答した人は、全体の 81%であった。神を信じていないと回答したアメリカ人は17%。どちらでもないと答えた人は11%。また、調査対象者の42%は、 神が祈りを聞いて介入すると信じ、28%は神は祈りだけを聞いていると信じていると回答した。日本人からしたら81%というのは未だに高いと感じられる。だが、 1940年代、60年代まで神を信じると答えた人の割合はなんと98%であった。アメリカ人の牧師は土日祝日の結婚式だけで大卒サラリーマンの初任給の 3、4倍は稼ぐことができると言われる。進行率の低下で、この給与にも影響が起きるのかもしれない。4万人を対象にした大規模の研究では、最も幸福度が高い職業は牧師であるという結果が出た。 第2位が理学療法士。第3位が消防士。教育関係者、画家彫刻家と続いている。東京タワーの色は赤色ではない。 正確に言うと、あれはオレンジ色である。遠くから見ると赤色に見えるかもしれないが、近づいて確認するとオレンジ色であるということがわかる。ちなみに、赤色だと思っていても、 何も恥ずかしいことではない。東京タワーの運営を行う日本電波塔株式会社が実施した東京タワーの認識調査によれば8割の人が赤色と答えたのだそうだ。東京タワーが オレンジと白のツートンカラーとなっている理由は飛行機などから見えやすい色となっているからである。現在のツートンカラーの配置は建設当初とは異なる。現在のうに、 色が交互に配置されていることには変わりないが昔の東京タワーはオレンジと白が11等分になるように塗られていた現在ではオレンジと白が7等分になるように塗られているこれは 飛行機の見えやすさを考慮し配置が変わったのだ現在では東京タワーと呼ぶのが当たり前であるが他にも名称には候補があった一般公募で決定したのだが中にはマンモス島や エターナルタワー、エンゼルタワーなどの候補もあり、これらの名前になる可能性もあった。最も投票数が多かったのは昭和党で、順当に行けば東京タワーは昭和党になる予定であった。 同じような事例で、高輪ゲートウェイ駅がある。令和2年3月14日、山手線の駅としては、久々に新しい駅が誕生した。駅名の決定にあたり、JR 東日本は、一般から工房を募った。 開業の2年前から始まった駅名案は6万4000件に上ったここを JR はグローバルゲートウェイ品川と名付け再開発を行っている工房の締め切りから半年平成30年12月4日 駅名は高輪ゲートウェイに決定した。公募でダントツの1位だったのは高輪駅で8398件。2位の芝浦駅の4265件に2倍の大差をつけている。 カーディガンはもともと軍事用に開発された。クリミア戦争時にイギリスのカーディガン白尺が戦争で負傷した兵士たちの保温のため素早く着られるように考案したものだとされている。前開きのため負傷していてもまた 軍服の上からでも重ね着することで当時からかなり重宝されていた。そしてこの服のことを考案者のカーディガン白爵から名前をとってカーディガンと呼ぶようになった。 くっついたガムテープをはがすと青白く発光する。これを摩擦ルミネッセンスという。引き離す、はがされる、引っかかれる、砕かれる、こすられるなどによって物質中の化学結合が破壊された際に光が放出される現象である。この現象には 未解明な部分が残されているが、電荷の分離、採血号によって発生すると考えられている。巻いてあるテープを真空中で剥がすと、X 線が発生することが、1953年にソビエトの科学者によって初めて観察された。 世界最大の飛行機はアメリカのストラトローン地である。全長72.54メートル。幅117.35メートル。最大速度時速461キロメートル。航続距離2200キロメートルで。それまで 世界一の座にあったハーキュリーズを追い越し世界最大の飛行機に輝いた離陸にはなんと3700メートル以上の滑走路が必要でこのため運用できる空港は限られるまるで二つの飛行機をつなぎ合わせたかのような 変わった外見を持っている。ロケットを運ぶための機体として、また空中からロケットを発射する募気として開発されたものである。サッカーのレッドカードは言葉の壁を克服するために生まれた。 サッカーの試合で主審がイエローカードを出す4位になったのは1966年ワールドカップイングランド大会準々決勝イングランド対アルゼンチンの試合であるこの試合ではラフプレーの絶えない大乱戦となりアルゼンチンの首相が 退上宣告を受ける事態となった。その際、アルゼンチンの首相は、主審にスペイン語の通訳を呼ぶよう要請したが、主審がドイツ語しかわからなかったため、ラディンに威嚇されていると誤解し、事態は紛糾した。結局、先進を務めていたイギリス人、 ケン・アストンがスペイン語を話せたため、彼らの仲裁に入り、事態は収束した。この時アストンは、言葉が通じなくても理解できる合図の必要性を痛感。誰にでも理解できる信号機をヒントに、警告を黄色。 体上を赤色の紙を出すことを考案した。このアイデアは1968年のメキシコ五輪で採用され、ワールドカップでは1970年のメキシコ大会から正式に導入されることになった。そして現在、レッドカードはイエローカードと共に、 サッカー以外でもラグビーやバレエで幅広いスポーツ競技で使用されているライターの発明はマッチの発明よりも早いマッチは1827年にイギリスの科学者 ジョン・ウォーカーによって開発された。一方、ライターは、1772年、日本の平陰内によって発明された。世界で一番小さい花は、ミジンコウギクサと呼ばれる、水の上に浮く。 おしべとめしべだけの小さな浮草である。ミジンコ浮草は植物全体の大きさが1ミリほどしかない。この小さな体に約0.1ミリのくぼみがあり、そのくぼみの中におしべとめしべができる。このくぼみは 二十倍したとしても、たったの二ミリメートルにしかならない。その中に花があるため、どれだけ小さいかがよくわかると思う。だが、この花は、なかなか咲くことがない。世界中でも、この花の実物を見た人は、それほど多くないのだそうだ。そのせいで、 図鑑を見ても載っていないことが多いアマゾン川の地下にはもう一つ巨大な川があるアンデス山脈に源流を発し南米大陸を横断して大西洋に注ぐアマゾン川長さは 六千五百十六キロメートルで、ナイル川に次ぐ世界2位であるが、流域面積は七百五万平方キロメートルにも及ぶ世界一の大河である。このアマゾン川の地下には、全長六千キロメートルにもなるもう一つの大河が流れている。 この川の存在を発表したのは2021年のこと。ブラジル国立天文台が発表した。地下約2000から4000メートルの深さに流れるこの川は、アマゾン川とほぼ同じように西から東に流れているが、推計は別で、 地下深くで海に注ぎ込んでいる。しかも川の幅は200キロから400キロメートルもあるという。アマゾン川の川の幅が場所によっては1キロから100キロメートルであることと比較してもその川の巨大さがわかる。だが、 地層の間を土砂混じりで流れているため、水流の速度は非常に遅く、一年をかけて10から1000メートルしか進まない。研究者らは、アマゾン地方で地下原油を探していたブラジル石油公社が1970から80年代に掘削した。 241本の井戸の温度データや地下水の動きを調査し、この地下大河が存在するという結論に達した。この地下大河は、発見者であるハンザ博士の名にちなんで、ハンザ川と名付けられた。 ペットボトル入りのビールがないのはなぜなのかビールといえば缶か瓶であるこれはペットボトルに通気性があるためごくわずかずつ炭酸ガスが抜けていってしまうためであるコーラなどの炭酸飲料は ビールの2倍以上の炭酸ガスが含まれているため多少ガスが抜けても味に変化はないところがビールをペットボトルに入れて長期保存すると炭酸ガスが抜け気の抜けた味になってしまう 二礼二拍手一礼は、どういう意味があるのか。1907年、神社彩色行事作法が制定され、その後の改定を経て、1948年に、現在の二杯二拍手一杯の作法となった。二杯が、 神様に礼を尽くすため、重ねて二回深くお辞儀をする。この時、腰を九十度折り曲げる。参拝者は、神様に敵意がないことを表すために、頭を深く下げる。二拍手は、気を沈め、神様を称え、手に武器がないことを表し、 重ねて拍手を2回行う。手を胸の高さで合わせた後、右手を関節1つ分ぐらい引いて、肩幅くらいに手を開いて打つ。手をずらすのは、神様と人がまだ繋がっていないことを示し、拍手をして神様を招く。指先を合わせて、 神様と一体になったことを表し、祈願する。最後に、一杯は、神様に敬意を表し、深くお辞儀をして、神様を送る。このようになっており、作法というのは、心の現れである。 焼き鳥のネギマの間は、間という意味ではない。ネギマの間は、マグロのことであり、昔は、ネギとマグロの料理であったことが由来で、ネギマと名付けられた。焼き鳥といえば、鳥料理であるため、急にネギとマグロの料理と言われても、 ピンとこないものである。ねぎまと呼ばれる料理は江戸時代に誕生した当時庶民の間でねぎま鍋という鍋料理として楽しまれていた。もともとは串料理ではなくマグロのぶつ切りとネギを煮込んだすまし汁のような鍋料理であった。 そしてこのネギまなべと呼ばれる料理は時代が進むにつれマグロとネギを串に刺して焼いて調理するようになった。しかしマグロの価格が高騰し気軽に串料理の食材として使えなくなったことから代わりに手ごろな鶏肉を使うようになったのだ。 自動販売機に嫌われる紙幣は、シワが原因ではない。自動販売機の紙幣識別機を開発している日本コンラックスによると、自動販売機で紙幣が戻ってくる原因は、シワではなく、油が原因としている。手の皮脂などが付着していると、 紙幣識別機の識別センサーが紙幣だと反応できずに戻ってくるのだ乾いた布やハンカチで紙幣の表面を拭くと識別センサーが反応するようになるのだ世界最大の花はラフレシアではなく 食大大こんにゃくである。花の大きさは横幅1.5メートル、高さ3.5メートルにも達し、世界最大の花としてギネスブックに認定されたこともある。里芋かこんにゃく族に分類されている植物で、土の中には名前の通り、 焦く芋ができる。その土の中の焦く芋は大きいもので70キロにも達すると言われる。食代用焦げくという名前は巨大な花の形が食代に似ていることから名付けられたとされる。ラフレシアと同じように開花の際に 強烈な不臭を放つことから死体花そのあまりの大きさからお化けこんにゃくと呼ばれることもあるインドネシアやスマトラ島などの熱帯地方に自生しており多くの植物が重なり合う熱帯雨林の中でも比較的開けた明るい場所に生育する プラスチック消しゴムが紙ケースに入っている理由。この紙ケース、消しゴムばかりでなく、筆箱をも保護する重要な役目を持っている。消しゴムは、原料の合成樹脂に、これを柔らかくする過素材を加えて作られたものである。ところが、 この過素材というのは、プラスチックを柔らかくする、いわば溶剤である。プラスチック製の筆箱の中に、ケースから取り出して裸にした状態の消しゴムを長時間入れておくと、この過素材が揮発して、筆箱を溶かしてしまうのだ。 鏡開きとは何なのか。鏡開きとは、正月に神や仏に備えた鏡餅を下げて食べる日本の年中行事である。神仏に感謝し、またその備えられたものをいただいて、無病息災などを祈り、知るこ 雑煮などで食す。鏡開きは鏡割とも言う。武家では、鎧などの具足に備えた具足餅を下げて雑煮にして食べ、これを初顔日を祝うといい、また、女性が鏡台に備えた鏡餅を開くことを初顔を祝うと言っ 鏡開きはこの武家社会の風習が一般化したものである。鏡餅を刃物で切る行為は切腹を連想させるため手や木口で割りまた切る割るという意味言葉を避けて鏡餅を開くという言葉を使用する。 鏡は円満を、開くは末広がりを意味し、また鏡餅をいただくことを歯固めという。これは硬いものを食べて歯を丈夫にし、長寿を祈るというもので、鏡餅のほか、大根、押しあゆ、かちぐりなどを食す。 万有引力を発見したニュートンは猫好きである。ケンブリッジ大学の教授だった頃、研究室で2匹の猫を飼っていたが、研究に没頭すると食事をとるのも忘れ、翌朝になって冷めた食事を猫に与えていたというエピソードも残されている。 そんな猫好きのニュートンが愛する猫のために発明したものがある。それは小さな扉がバネや磁石で自動的に閉まるキャットフラップである。工学の分野でも目覚ましい功績を残したニュートンはよく暗い部屋で実験を行っていた。 その際猫の求めに応じてたびたびドアを開けていると余計な光が入って実験の妨げになってしまうことから猫用のドアを発明したのだなぜワイングラスの足が長いのか ワイングラスの特徴は足が長いこと。グラスを持った時の手の温度がワインに伝わるのを防ぐためである。もともとワインはガブガブ飲むものではなく時間をかけて色や香り味を楽しむものである。しかし時間をかけて飲めば 重度が飲みごろと言われる白ワインの場合、次第に温度が上がっていく。そこで、手の温度が伝わって、温度が上がるのを防ぐため、グラスの足を長くしたのだ。従って、ワイングラスは、親指と人差し指で、足の一番上をつまみ、小指で、 足の下の台を上から押さえるのが正しい持ち方とされている。また、ワイングラスにチューリップ型をしたものが多いのは、出口を小さくして、グラスの空間内に溜まった香りをゆっくりと楽しむためである。 CSR とは何なのか ?CSR はコーポレートソーシャルレスポンシビリティで企業の社会的責任の意味である企業というのは利益を上げ最低限の法的責任を果たすだけでなく環境活動、ボランティア 寄付活動など、企業としての社会貢献の活動を言う。活動の多くは、見返りや収益を期待しない、事前事業的な性質が強く、特に環境保護に取り組む傾向にある。例えば、セブンアイ・ホールディングスでは、 地球の温暖化防止や生物多様性の維持保全を目標にセブンの森作りに取り組んでいる小松製作所ではカンボジアにおける地雷除去作業を行う対人地雷除去機や油圧ショベルブルドーザーなどを無償で貸し出している 中小企業は大企業のような取り組みは難しいが、ピンポイントで地域社会が抱える課題解決に努め、地域住民からありがとうの言葉をもらうことも重要な活動である。みかんの缶詰があるのに、 バナナやイチゴ、メロンの缶詰がない理由。これらの缶詰がない理由は、缶詰の製造工場に関係がある。缶詰は、長期間の保存を目的として製造されるもののため、加熱処理をして殺菌をする必要がある。この、 加熱処理をする際に酸味が強いフルーツは低温低時間で殺菌をすることができるため長期間の保存に向いている酸味の強いパイナップルは缶詰でなくてもそのまま焼いて食べたり酢豚に入れて加熱して食べたりする一方 酸味が弱いフルーツについては高温で長めに加熱処理をする必要がある。しかしバナナやメロンは高温で加熱してしまうと著しく見た目が変化したり味が変わってしまうことから缶詰にする際の加熱処理には向いていないのだ。イチゴに関しては 酸味があるものの長く加熱してしまうと色が変化し柔らかくジャムのようになってしまうのだそうすると私たちにとってもいちごジャムで十分だということになるまたバナナやいちごなどの果物は今や輸入なども含め 一年中食べられるということもありあまり缶詰としての需要がなくわざわざ缶詰にして食べる必要がないのかもしれないほこりはヘ地混色によりすべて灰色に見えるさまざまな絵の具を混ぜると 灰色になるという、これと同じことが目の中でも起きている。これが平地混色という視覚現象である。平地混色はいくつかの色が並んだ状態を離れて見ると混ざった色に見えるという視覚現象である。誇りには 赤や青緑などさまざまな色の繊維が存在するカラフルな繊維というのは離れてみると混ざり合い灰色に見えてしまうのだ世界で一番労働時間が短い国はドイツである ドイツは労働時間に対して厳しい制約をかけている。一日8時間の労働時間をベースに一日で最大10時間6ヶ月平均で一日8時間を超えてはいけないのだ。もし超えた場合経営者には最大200万円の罰金。 一年以下の禁固刑に処される。一日で十時間まで仕事ができるのに、六ヶ月平均で八時間を超えていけないというのは、矛盾しているようにも思えるが、ドイツでは、超過した労働時間を貯めることのできる、労働時間貯蓄制度というものが整備されているため、 この矛盾した状態が受け入れられているのだ。ある日に普段の2時間多く10時間働いた場合、別の日に通常の8時間より2時間少ない6時間の勤務で帰ることができる。ドイツではこの制度があるため残業も積極的に行われる。他にも、 ドイツのほとんどの会社が有給休暇が付与され消化率も100%に近い一晩寝かせたカレーがおいしいのはなぜなのか野菜や肉などの具からうまみ成分であるグルタミン酸 イノシン酸が溶け出し、砂糖などの糖分も溶け出す。そして、とろみを増すジャガイモのデンプンや繊維質もルーの中に溶け出すことで、うまみととろみが絡み合い、全体が馴染むことで、コクが生まれるからである。また、ブイヨンも、 一晩寝かせることで、冷ますと温めるが繰り返されるため、素材の旨み成分がよく混ざり合い、熟成が進む。カレーのスパイスは、じっくり余熱で加熱されることで、突出したトゲトゲしさが減少し、全体のバランスが取れた、熟成された、 奥深い香りと風味になる。作りたてのカレーは、ウェルシュ菌が死滅し、ほぼ問題はない。常温で一晩置くと、100度でも死滅しないウェルシュ菌が繁殖し、食中毒の原因となる。この菌は、酸素を嫌うため、カレー以外でも、 煮込み料理などの粘り気のある料理の中で繁殖する温度も43度から45度が最も繁殖しやすくなると言われている保管方法は酸素を嫌う性質を利用してかき混ぜながら空気を含ませ底の浅い容器に移し 冷蔵庫や冷凍庫で保管すること AI がわずか6時間で4万を超える有毒分子を導き出した普段は薬品開発に利用される創薬分野の AI を ブラックモードにしてみたところたった6時間で4万もの致死性の分子を探し出したという研究者が行ったのは毒性を排除するのではなく探し出すよう微調整しただけである AI が予測した毒物には 人類史上最強の神経毒とされる VX に似たものもありこれらが化学兵器として簡単に乱用される危険性があるというのだバファリンの半分は何でできているのか バファリンの CM で有名になったキャッチフレーズ「バファリンの半分は優しさでできている」を思い浮かべる人も多いだろうこの CM のキャッチフレーズはかなり浸透していておそらく多くの人が「バファリンといえば優しさ」といったイメージを持っているだろう まず、バファリンに含まれている成分。アセチルサリチル酸、つまりアスピリンが 330mg。合成ヒドロタルサイト、つまり大バッファー HT という成分が 100mg。バファリンの主成分は大きくこの2つである。 バファリン A の主な成分はアスピリンで、主な作用としては、炎症、発熱、痛みを引き起こす物質であるプロスタグランジンが作られるのを抑制する効果がある。このため、炎症やそれに伴う腫れや痛みを和らげて熱を下げてくれる。 しかし、この成分には副作用も存在する。それは、胃腸への負担が大きいということ。注意書きにも、空腹時の服用は避けるように書かれているのはそのためである。また、胃腸が元から弱いという人についても、 服用する際には注意が必要である次に2番目に多く含まれている合成ヒドロタルサイト主な作用は胃酸を中和して胃の粘膜を保護することにある先ほど出てきた副作用の胃腸への負担を合成ヒドロタルサイトが 軽減してくれるるとということであるアセチルサリチル酸は胃の中で溶けにくい成分のため合成ヒドロタルサイトが吸収を助けているのだそうだつまりバファリンの優しさの正体とは胃腸への優しさ合成ヒドロタルサイトのことである バファリン A を構成する成分のうち、構成ヒドロタルサイトは4分の1程度しか含まれていないため、厳密には半分ではないが、最近の CM ではあのフレーズが使われていないことにももしかしたら関係しているのかもしれない。 ホワイトボードに書いた文字に水をかけると浮き上がるホワイトボードに専用のペンで文字を書くホワイトボードを水平に置き水をかけると文字がのりのように浮き上がってくるホワイトボード用のインクというのは乾くと 薄いフィルム状になる性質があるのだそのため水をかけることでインクの下に水が入り込みインクがそのまま浮き出すという仕組みである寝ているだけで大金がゲットできる仕事がある。 2019年4月2ヶ月間ずっと寝ているだけで200万円の給料が支払われるという求人が NASA から発表され話題となった NASA は数年に一度このような求人を出しており横になっていなければいけない2ヶ月プラス回復期の1ヶ月の 合計3ヶ月間がこの仕事での拘束期間となる。まんべんなくさまざまな人種の人に被験者になってもらう必要があるため日本人でも応募は可能である。仕事内容はとにかく横になり続けているだけ。食事も排泄もシャワーも。 ベッドの上で行うこととなるネット環境も整っているためパソコンを見ることもできるが24時間監視された状態で過ごすため閲覧できるサイトは限られるかもしれないこの仕事の目的というのは宇宙飛行士が無重力空間で過ごした時に どのようなリスクが考えられるのかをデータにとり防衛策を立てるのに役立てることでありネットでは「夢のような楽な仕事」とも紹介されていたしかし2ヶ月間ずっと寝ているというのは全く楽な仕事ではなく筋力はもちろんのこと 寝たきりでいることで骨密度が落ちる恐れもあり失われた骨はリハビリ期間を経ても戻らない可能性さえある NASA のデータによると数十倍の倍率から審査を経た選抜者たちでさえ4分の1は2ヶ月間耐え抜くことができずに脱落しているといい。 実務の厳しさを伺わせる実際に参加者からはリハビリ後も当分は足の感覚が戻らないという声も多く上がっており200万円という報酬は決して高いものではないかもしれない。 鉄道会社は、鉄の漢字を嫌っている。鉄道会社の中には、鉄という漢字が嫌いなところがある。例えば、JR 東日本のロゴマークをよく見ると、鉄ではなく、金辺に、や、と書いてあることがわかる。 鉄道会社が鉄の漢字を嫌う理由は単純明快それは鉄では「金を失う」と読めるため縁起が悪いからである一方「矢」であれば「スピード感」と「目的地に向かっていく」という2つの良いイメージが想起される ただ「金へに「や」は本来「矢じり」の意味を持つ漢字の略字体で「鉄」とは意味が異なる他にも JR の北海道東海西日本九州の各社も「金へに「や」をロゴに使っているのだちなみに 漢字の鉄の語源はお金を失うという意味ではない。鉄は矢尻の略字体で右側の作りの部分は漆の意味である。鉄は金辺と漆からなり錆びて漆のように赤くなる金属を意味している。 初夢,初夢に見ると縁起が良いとされる一富士二鷹三なすびだがこのあとは四奥義、五たばこ六砂糖と続く扇の広がりは財産や子孫繁栄を表しタバコは煙が上がることから 出世、栄達を表している。そして、ナスと座頭は、怪我ないため、怪我がないとしゃれて、身内の安全を表している。ちなみに、室町時代頃から、良い初夢を見るには、七福神の乗っている宝船の絵に、 中清の遠のねふりの南さめ波乗り船の音の良きかなという怪文の歌を書いたものを枕の下に入れて寝ると良いとされているパイナップルに種はあるのか パイナップルという果物の名前はパインとアップルという言葉が合体してできたものであるパインが松でアップルがリンゴのことパイナップルの実の形は松ぼっくりによく似ているまた味はリンゴに似ているそれで パインとアップルでパイナップルとなったところでパイナップルの種だがまずパイナップルの松笠かさのような実を縦に切ったところを想像すること真ん中に茎のような軸がある軸の周りの普通食べているところが 実はこの実は一つの花からできる一つの実ではないのだパイナップルの実は小さな六角形の実がぎっしり詰まってできているそれぞれの六角形の実を切り離すことができないくらいぎっしりと詰まっているのだ 花はその六角形の実一つ一つに咲くつまりパイナップルの実は昔は松ぼっくりのようにバラバラだった六角形の実がくっついてしまってできたものであるもちろん種も六角形の実のそれぞれについていたはずである しかしパイナップルは人間が味を良くするためにあれこれ手を加えられてそのためにはっきりした形の種が見えなくなってしまったのだつまり種はあるはずなのだがどれが種なのかに分けがつかないのが今のパイナップルということだ 受刑者が刑務所内で行う刑務作業の対価として受け取る作業報奨金は一人一月あたり4700円である。刑務所は受刑者を収容するとともに改善・構成の働きかけを行っていく施設でもある。 そのため、受刑者は、毎日何もせず過ごすわけではなく、刑務所内で働くことになる。刑務作業の内容は様々だが、多いものは、製造関係の仕事。これらの作業の対価として、作業報奨金も支払われている。 これは、原則出所後の支給となるが、所内生活で用いる物品の購入、家族への送金などに充てられる。法務省によると、2011年度予算における、作業報奨金の、一人一月あたりの平均額は、約4700円。 岡山刑務所を例に挙げると、最も高い等級は月2万3千円。最も低い等級は月832円。時給に換算すると、それぞれ130円4円程度になる。 なぜ日本酒は真冬に作るのか。日本酒は缶仕込みといって、11月から3月の玄関期に仕込まれる。こうなったのは江戸時代からである。徳川幕府が米の価値を安定させるため缶作りを推奨したのだ。 秋の収穫の後なら、豊作か凶作かに対応して、酒造りに回す米の量を決めることができる。凶作の年に、ただでさえ不足しがちな米が、酒造りに回って、さらに、米不足がひどくなるのを防ぐのが目的だったそうだ。そのお触れが出ていこう。 酒は冬の仕込みが定着しやがて酒造りの仕事は農涵期の出稼ぎ仕事として定着していったのだ9月9日徴陽の節句とは何なのか中国の 陰陽五行節では「陽の奇数は縁起が良い」とされているその縁起が良い奇数が連なる日をお祝いしていた「九は一桁の中で最大の陽の奇数でそれが重なる9月9日を「陽」が重なる朝陽の節句 と呼ばれている奇数の重なる月日は陽の気が強すぎるためめでたい反面悪いことにも転じやすいと考えお祝いとともに厄払いもしたこの日は旧暦で菊が咲く季節でもあり菊の節句とも呼ばれている。 中国では、菊は、不老長寿の薬とされ、邪気を払い、長寿を願って、菊の花を飾ったり、菊の花びらを浮かべた、菊子を組み交わして祝っていた。前夜、菊の花に綿をかぶせておき、梅雨を染み込ませ、その綿で体を拭うと、 長生きできると言われるキセワタの習慣があったお化け屋敷やホラー映画のような恐怖を感じる娯楽が好きな人がいるこれまでの研究で人は退屈すぎず怖すぎない適度な恐怖を 楽しく感じることが明らかになっている今回の研究ではお化け屋敷を利用して行われた人は脅威を感じた時どのような社会的反応が起きるのかというものでその結果をある書籍で報告しているそれによると人は 友人が多いほど恐怖心が強くなり恐怖心は伝染していくことが明らかになった一般的に友人が多いほど安心感は増しそうなものであるがグループ内に友人が多いほど驚かされた時の反応が大きくなったのだこれは 友人から恐怖が伝染したからだと考えられているリスクが薄くなれば周囲に仲間がいれば攻撃される可能性が下がる恐怖反応は自然と弱まるのが妥当であるが集団には他人を通じて自分では確認できない危険に気づかせる という機能もあるのだ。イカの心臓は三つある。イカの運動量は多く、泳ぐスピードはとても速い。イカというと、海の中でゆらゆらと優雅に浮いている印象があるかもしれないが、 大きいサイズのイカでは時速40キロ程度の速さで泳ぐことができるそしてイカは決してただゆらゆら漂っているわけではなく海の中での動きはとても活発である動き続けるためには当然だが酸素が大量に必要となる イカが活発に動き続けるためにイカには心臓が三つも備わっているのだちなみにイカの心臓は一つがメインの心臓で残り二つは補助的な心臓である補助の心臓は左右のエラに備わっている ちなみにイカの握力というのは海の中でトップクラス。一度でも獲物を捕獲すると絶対に逃がさないような腕力の持ち主。そして顎の力もとても強く捕食する際には獲物が原型をとどめないほど粉々に砕いてしまうのだ。 また、実は、貝の仲間である。現在の姿からは、似ても似つきないが、大昔のイカには、殻がついていた。しかし、進化の過程で不要となり、より早く泳げるように進化を遂げた結果、今の姿になったのだ。そのため、 もともとは会の仲間で今では遠い親戚といったところである子どもの集中力の有無を見抜く方法体操金メダリストの内村航平を育てた母内村修子は。 体操の先生として長崎で教室を運営している幼い頃の内村康平は運動神経が飛び抜けてよかったわけではなく周りの子と比べてもできる子ではなかったが集中力だけは飛び抜けていたというそんな子供の集中力の有無を 内村は絵本を使って見抜いた最初にお母さんと一緒にいたひよこさんは何はいたでしょうかと読み終わった後に絵の記憶について質問をする登場人物の着ていた服の色泣いているキャラの涙のしずくの数など 絵の細かい部分までどれだけ記憶しているかで集中しているかどうかがすぐにわかる何かやるときに集中できる子は何をさせてもできる子ともいえるたとえ子供が正解できなくとも毎晩この質問をすることで集中力の向上につながるのだそうだ 玉ねぎには、いちごと同程度の甘みが含まれている。その量は、100グラムあたり、7グラムから8グラムと、野菜の中では断ツ。炒めることで初めて、その甘みが感じられるようになる。甘みが生じる原因としては、二つの説がある。 一つ目は生の状態だと玉ねぎに含まれる強い辛み成分によって甘みが隠されているが火を加えることで辛み成分が揮発したり分解されて弱まったりした分甘みが目立ってくるという説であるもう一つは加熱しながらかき混ぜることで 玉ねぎの細胞が壊れ甘み成分が外に出て下に触れやすくなるという説。また、炒めることで辛み成分が分解し甘み成分に変化するという説が信じられていた頃もあったが、最近になってその説は誤りであったことが判明している。 玉ねぎはどんなに炒めても元々の糖度が変わることはない。生の時に感じられた辛み成分が弱まって残った甘み成分が強く感じられるようになるだけである。ちなみに生の玉ねぎに含まれる辛み成分には虫よけの効果があると考えられている。 その仕組みは人間が病気から身を守る免疫システムに似ており玉ねぎはその効果を活用することによって虫に食べられることを防いでいるのだそうだたった1%のお金持ちが世界の富の 半分を握っている。世界中で貧富の差が問題となっている昨今であるが、ある報告によれば、世界の財布郵送80人の総資産額が仮想の35億人分に相当するというのだ。より厳密に言えば、世界の人口の たった1%しかいない超富裕層が世界の富の48%を、残り52%のうち46%を上位20%の富裕層が握っており、その他の層が握る割合は世界全体の総資産のわずか5.5%である。 おかゆは消化に良い食べ物というのは本当なのかおかゆは普通に炊いたご飯よりも咀嚼回数が少ないため固形に近い状態で胃に送り込まれる。そして水分が多い分胃酸も薄められる。そうなると 胃腸に大きな負担がかかってしまう。お粥をよく噛まずに飲み込むと、唾液が十分に分泌されず、唾液の重要な役割である消化酵素が働かない。唾液は、デンプンをマルトースへと分解する、ベータアミラーゼを含む消化液として知られている。この酵素は、 食べ物の咀嚼時に分泌され、食べ物の粉砕を容易にし、食会の形成や、園芸を助ける働きをする。しかし、噛む回数が少ないと十分に分泌されず、その結果、消化吸収が悪くなってしまう。食べ物をよく噛むことは、 非常に重要なことである。これが、食事は一口三十回は亀と言われるゆえんである。しかし、おかゆを食べるとき三十回も咀嚼する人はおそらくいないだろう。引き取り手のない身元不明死体は、 どういう扱いになるのか山の中で自殺していたりラブホテルの一室で殺されていたりと身元不明の死体は東京都内だけでも1年に100体以上あるのだそうだ警察の捜査でも身元が分からなければ考慮病人及び 考慮死亡人取扱い法によって身元不明死体であることが確認される。しかし、警察は身元不明死体を保管する場所がないため、すぐに管轄の市区町村の福祉課に引き渡される。そして、市区町村が代金を負担して仮装を行い、 お骨は役所が提携しているお寺へ預けられる。お寺はお骨を一年間保管。その間に引き取り手がなければ身元不明人の宗教には関係なく無縁物として合葬される。イスラム教徒の身元不明人でも仏様として葬られるのである。 この時の費用もまたお寺が負担している。ただし、同じ身元不明死体でも、救急車で病院に運ばれる途中で死ぬなど、生きているうちに救急車や医療機関が関わると扱いが少し異なる。市区町村の福祉課ではなく、市区町村の 福祉事務所の扱いとなる。例えば、港区で救急車に乗り、千代田区の病院へ運ばれた場合、救急車の中で死亡すれば、港区の福祉事務所が、病院で死亡すれば、千代田区の福祉事務所が面倒を見ることになる。お役所仕事だけに、 死亡した場所が重要なポイントとなるのだ。その後の仮葬から埋葬されるまでの経緯は同じであるが、費用の支払い方法は違う。医療機関が関わって死んだ場合、まず、死者が身につけていた金品から支払われ、足りない分だけが市区町村の予算から支払われる。 発見された時に息があるかないかの違いだけでこれほどの差があるのだ。オゾン層とは何なのか地球には空気がある。この空気は地上からおよそ5 0 0トルの高さまである。 そして空気は上昇するほどに薄くなっていき温度も変化していく。この空気の層の中で地上からの高度約20キロから30キロメートルあたりにはオゾンというガスがたくさん含まれている場所がある。ここがオゾン層である。 太陽の光には生物にとって大変危険な紫外線という目に見えない光線が含まれている。オゾン層はこの紫外線を吸収する働きをしているのだ。ところが人間が使ったフロンガスが上空にまで行き、 このオゾンを壊し始めていることがわかっている。そして、南極や北極の上空などには、オゾンが非常に少ないところができてきたのだ。このようなところを、オゾンホールという。ホールというのは、穴という意味であるから、オゾンの穴ということだ。 オゾンホールがこれから先どんどん大きくなると地上に降ってくる紫外線の量が増え地球の生物にとっては大変危険である桜の開花がソメイヨシノが基準になっている理由桜の開花予想は 1955年から2009年までは気象庁によって行われていたが最近では民間の気象情報会社によってそれぞれソメイヨシノの開花予想を発表するようになっている予想に出てくる開花日とは各地方の 気象台の敷地などにある標本木に5から6輪以上の花が咲いた最初の日と定義されておりこれは気象庁が発表を行っていた当時から変わっていない桜にはたくさんの種類があるのにもかかわらずなぜ ソメイヨシノが開花予想に用いられるのだろうか。その理由は大きく二つある。一つは全国の公園や観光地などに数多く植えられているということ。そしてもう一つはソメイヨシノという品種の起源が関係している。 吉野は1730年頃、江戸のソメイ村で誕生したといわれている大島桜と江戸悲岸の後輩で生まれたとされるが突然変異で誕生したという説が有力である幕末以降全国へと広まっていったが実は ソメイヨシノは未生。つまり、種をまいて発芽させ育てるということができない。挿し木や継ぎ木などでしか数を増やす手段がないのだ。つまり、各地に植えられたソメイヨシノは、すべて同じ遺伝子を持つクローンということになる。 その結果気象条件が同じなら一斉に咲きやすく同一地域の一斉開花につながりやすいということで開花基準の桜に選ばれることとなった大原絵とは何なのか大原絵とは 人が知らず知らずのうちに犯した罪や過ち、心身の汚れをお祓いし、清めるための神事である。日本人の考えにある、常に清らかな気持ちで日々の生活を送りたいとの願いからである。大原への王は、皇を意味し、個人のみならず、 国のお祓いである。年に二度、六月と十二月の末日に神社で行われる。六月を名越の大祓い、十二月を年越しの大祓いと呼ぶ。 イタリアのマフィアはレモンをきっかけに誕生した大航海時代に流行したビタミン C の欠乏によって起こる解決病その解決病に効くと考えられたのがレモンであるイタリアのシチリアは柑橘類の生産が有名で レモンの奪い合いとなった。レモンを強奪されていた生産者を守る正義の味方としてあるグループが誕生した。その名がマフィオソという。1861年、イタリア王国がシチリアを統合。戦争に敗れ、 イタリアに統合されたシチリア市民は政府に不満を募らせ反政府運動が頻発した。その運動の中心にいたマフィアは物資を調達するために犯罪を行い次第に悪の組織に変化していったのだ。それがマフィオソからマフィアになった由来である。 猫の好物といえば、魚をイメージすることが多いが、これは日本だけである。イタリアの場合、猫はパスタやチーズを好んで食べる。インドではカレーを食べる。住んでいる人間の食生活に影響を受けて、 猫の好物が変化するのだ。実は、キャットフードにおいても、いろいろな味がある。日本のキャットフードは、魚の味が主流となっているが、イギリスでは全く違う。イギリスの猫は、肉を好物としているため、イギリスで販売されているキャットフードの味は、 牛、鳥、羊、ウサギなどが販売されている。日本で猫は魚好きで知られているため、これは衝撃的である。そもそも猫は肉食動物である。雑食動物のイメージが強いが、それは誤り。野生の猫は山で、 ネズミやウサギを捕食している。その肉食性は犬をしのぐほどに強い。そして、穀物を食い荒らすネズミを駆除するために猫が飼われるようになり、その際に人間から様々な餌をもらうようになったため、雑食の動物としてイメージが定着してきたのである。 四六時中はもともと二六時中であった。二六時中という言葉は昼と夜をそれぞれ六つの時に分けて一日を表していた江戸時代の時刻制度に関係がある。つまり昼と夜の時が合わされば 一日が十二国となることから生まれたのが二六時中という言葉。しかし、1872年になって二十四時間制が採用されたため二六時中の表す時間が半日になってしまった。そのため新しい時刻制度に合わせ、 4×6 は24で四六時中という言い方が使われるようになったのだ。江戸時代は一日の時の長さを表すのに十二子を使っていた。十二子はご存知の通り根から今での十二個しかないため時にそれぞれ 2時間ずつを割り当てていたのだ。つまり一時イコール2時間であるビールを透明な瓶に入れると味が落ちるビールや地酒は醸造酒と呼ばれ穀物を発酵ろ過しただけで 上流していない。そのため、不純物が多く含まれており、太陽光線を浴びると、変質し味が落ちてしまうのだ。スイカに塩をかけると、なぜ美味しくなるのか。 チョコレートを食べた後、みかんを食べると、とても酸っぱく感じる。同じように、塩を少し舐めた後甘いものを食べると、より一層甘く感じる。スイカに塩をかけると、しょっぱい塩が、かえって、スイカの甘みを強く感じさせる働きをする。そのため、 スイカに少し塩をかけるとおいしく感じるのだこのことを味の対比効果と呼ぶ献血の呼びかけ人数はどうやって決まるのか献血施設の前の看板には大きく 大型は何人不足と書いてあるが、それぞれの血液型について足りない人数が具体的に示されている。あれはどうやって決めているのか。算出方法はやや複雑で、そもそも輸血用血液というのは、血液型の他に前血、 赤血球、白血球、血小、血小板といった製材別にも分類されて使われる。呼びかけ人数を出すときはまず、こうした製材別に、予約の受注や当日の受注、需要予測を立てて、必要量をそれぞれ算出する。さらに、 製剤ごとに有効期限が違うことも加味される。例えば、結晶板製剤は、採血後3日しか持たないため、在庫として確保しておくことができない。一方、赤血球や結晶などは、有効期間が長いため、在庫量が調節しやすいのだ。 こうしたすべての要素を総合して弾き出されたのがあの呼びかけ人数なのである不測の事態や急の注文が入り献血中にも急遽人数が追加されることもあるのだ地球は何からできているのか 地球を二つに輪切りしたものは、ゆで卵を輪切りにしたものによく似ている。一番外側の卵の殻の部分、ここは地殻と呼ばれるところで、厚さが5キロから40キロメートルほどの岩でできている。その内側の白身の部分、ここを マントルと呼ぶ。ここもやはり岩でできている。ただ、地殻を作っている岩とは違う種類の岩である。最後に、卵の黄身の部分。ここは、核と呼ばれている。この核は、真ん中に金属の塊があり。 その周りを液体の金属が取り囲んでいる。地球の内部は大きく分けるとこのように地殻、マントル、核の三つの部分に分けることができる。それぞれの部分が岩石か金属でできている。従って地球は ほとんどが岩石と金属からできているのだ。大陸部分の大陸近くは上部が下降岩質岩、下部が玄部岩質岩である。海洋近くはすべて玄部岩質岩からできている。マントルは観覧石などの 計算円鉱物から核は鉄ニッケルなどの金属から構成されていると考えられているじゃがいもとさつまいも同じ芋でもどう違うのか芋は穀物と違い 天候の優れない時期があっても生育に影響を受けにくい。さらに穀物と比較すると同じ面積で採れる作物のカロリーは芋類の方が圧倒的に多い。そうしたことから今後地球の人口が爆発的に増加することで起こり得る食料危機を乗り越えるため 芋は非常に重要な作物になると考えられている。芋の代表といえば、ジャガイモとサツマイモ。実はこの両者、食品としてはよく似ているが、植物としては似て非なる存在である。まず、ジャガイモはナス科の植物であるのに対し、 さつまいもは、昼が丘の植物に分類される。栽培方法もそれぞれ異なり。じゃがいもは、種芋を畑に直接まいて育てるが、さつまいもは、苗を作り、それを移植し栽培する。継ぎ木をするときにも、じゃがいもは、同じナス科のトマトと、さつまいもは、 同じ昼顔かの朝顔との組み合わせで行う。さらに、じゃがいもから取れる芋は、茎が肥大したもので、海景と呼ばれる。さつまいもから取れる芋は、根が肥大化したもので、海根と呼ばれる。実際、地中にある芋を掘り出してみても、 ジャガイモの表面はツルツルしているのに対し、サツマイモの周りには細かな根がついている。ちなみに、ジャガイモは南米アンデス山脈が原産である。スペイン人によってヨーロッパへと伝わり、日本には17世紀ごろオランダ船によって持ち込まれた。 対してサツマイモは南米の熱帯地方が原産である。15世紀末頃スペインやポルトガルに伝わると東南アジア中国琉球を経て日本へ入る。その名の由来となるサツマには17世紀から 18世紀ごろに持ち込まれたとされる四字熟語三冠四温とは三冠四温とは冬の季節に3日間くらい寒い日が続くとその後暖かい日が4日間くらい続きまた寒くなるというように 7日周期で寒暖が繰り返されることである。本来は冬から春に近づいていく気候を表す言葉。手紙などで2月の挨拶の言葉として使われる。元は中国北東部や朝鮮半島の冬の気候でシベリア高気圧による寒気が 7日前後の周期で強まったり弱まったりする様子を指す言葉であるしかし日本付近の気候はシベリア高気圧だけでなく太平洋の高気圧の影響も受けるため三寒四温がはっきりと現れることは少ないそのため近年は 本来の意味から外れ、春先に低気圧と高気圧が交互にやってきた時の気温を周期的な変化を表す意味合いで使用されることが多いドバイに日本で作られた醤油は持ち込めないドバイは イスラム教の国であるためアルコールが禁止されている醤油には3%ほどアルコールが入っている減塩醤油だとビールと変わらない5%くらい含まれているのだ現地の日本食材店で売られている日本製の醤油が検査され 日本の工場で作られた醤油の輸入制限がかかったのだ本来はシンガポールなどで作られたアルコール抜きの醤油を輸入しているのだ北海道はなぜどうなのか実は 北海道という名前になったのは明治時代になってからのこと。それまでは正式に日本の領土というわけではなかった。北海道が蝦夷地と呼ばれていた時代にはアイヌ民族によって独自の文化が築き上げられていた。アイヌ民族としての歴史は 13世紀頃に始まったが、14世紀に入ると、江戸地へと移住をする和人が増え始めた。その後、江戸地に住むアイヌ民族と和人との交渉が長く続き、1604年に松前藩が設置された後も、たびたび衝突が繰り返された。やがて、 ロシアが南下対策をはじめ、日本の脅威になり始めると、警護を目的として、江戸地がようやく幕府の直轄下となった。そして、1869年になると、明治維新後の新政府によって、北海道と名付けられた。北海道と名付けた人物は、 松浦武四郎とされている。松浦武四郎は、江戸時代が末期の頃から、幾度となく江戸地へ赴もむき、江戸地にまつわる調査をしていた。そして、アイヌ民族との交流もあったことから、時には、アイヌ民族の協力を得ながら、江戸地の探索をしていた。 その後ロシアの南下政策に備えて蝦夷地の本格的な開拓が必要になった時政府は松浦武四郎を頼りにしたそこで松浦武四郎は蝦夷地に代わる地名の候補をいくつか挙げたがその中に「北加わる伊東の井道」と書いて「 北海道があった。その頃のアイヌ民族は自分たちのことを海と名乗っていたことから北の海の道ということが由来で北海道となった。競技の末最終的には海が海という文字海となって 現在の北海道という名前が誕生した。実は、北海道と名付けられて、開拓がある程度進められた後に、北海道にも県が設置されたことがある。想像しづらいが、当時は札幌県、函館県、根室県が存在した。 しかし、すでに北海道で定着していたこともあり、混乱を招いてしまったことから、最終的には廃止され、北海道に戻った。その時、北海道へと戻されていなければ、現在でも、札幌県、函館県、根室県が存在していたかもしれないということだ。 そもそも都道府県の道とは何を意味するのか。日本には行政区画というものが存在するが、昔の日本では道といえば行政区画のことであった。現在の関東、東北、四国など、 一定の地域を意味するものとイメージするとよい。昔は七道と呼ばれる七つの行政区画が存在していた。昔の行政区画については、山陽道、山陰道、東山道、東海道、西海道、北陸道、南海道、 この7つがあったそして明治時代に入ってからこの行政区画の命名規則にのっとって「北海道」となったのだ現在は七道という行政区画はなくなったが当時の名残で今も「北海道」となっている ネギとトロで作るからネギトロではなかった。ネギとトロが語源でないのなら一体どこから来ているのか。まずネギトロはマグロの脂の乗ったトロの部分とネギで作られていると思っている人が多いかと思うが実際には マグロのトロではなく中落ちなどが使われている。実際にネギを使っている店もあるが、ネギトロが生まれた当時はネギもトロもどちらも使われていなかった。ネギトロというのは本来、寿司屋がマグロを一尾買って刺身として使えない中落ちや、 カマトロの部分を細かくして商品として売ったものである。そのため、特に魚の部位が指定されているわけではないのだ。ネギトロの語源は、寿司職人がマグロをさばく際、マグロの中落ちを骨の周りから削り取るが、この作業のことをネギ取るという。 そしてネギトロというのは、このネギトルが変化してできた言葉である。キャラメルは、禁煙のための大人のお菓子であった。1914年、日本でキャラメルが発売され、大人気となった。 当時のポスターには、タバコ代用のコピーが掲げられ、紳士がタバコを投げ捨てて、キャラメルを手に持つというデザインであった。このため、禁煙の道具としてキャラメルを利用する人たちがいた。キャラメルは、今では子供のお菓子として馴染み深いが、当初は、 大人用の高級菓子で、値段も今のように安価ではなかった。その後、生産機械の開発によって大量生産が可能になるにつれ、キャラメル販売の対象も、タバコ代用の成人向けから次第に子供へと拡大されていった。 キャラメルの原型となったお菓子は、アラブ人がクレタ島にて考案したと言われている。アラブ人がアジアにて入手した砂糖キビを領地で栽培し、そこから得られたシロップや氷砂糖を生成し、製造した砂糖菓子がその原型である。これらは11世紀に、 十字軍によってヨーロッパに持ち帰られ、十六世紀にカトリーヌ・ド・メディシスによってフランスにもたらされる。そして、フランスで発展した砂糖菓子からアンリ・ルルーが、故郷のブルターニュ産の塩を用いて、塩バターキャラメルを作る。ブルターニュは、 乳製品も豊富な土地柄で、これを活かすことで、現代のキャラメルが誕生することになったのだ。スイカは野菜、果物、どっちなのか。野菜と果物の違いというのは、何で判断しているのか。 野菜や果物を扱う人の話では、野菜というのはご飯のおかずとして食べるもので、果物はおやつやデザートとして食べるものという点で区別しているのだとか。随分簡単な分類であるが、現在野菜や果物かを区別するにはこの方法しかないようだ。 このように、野菜と果物というのは、植物の特徴や栽培方法をもとに決めたものではないことから、それほど厳密な分け方ではない。普通、スイカはご飯と一緒に食べるものではない。したがって、スイカは果物だと考えてよい。 アダムにはへそがあったのかへそをめぐった進学論争があるキリスト教では人類第一号はアダムであるがこのアダムにへそがあったのかどうか議論の分かれるところであるある進学者によると 人類第一号のアダムには母はいないわけで。だから、アダムにはへそがなかったはずだ、と言う。その一方で、神はその姿に似せてアダムを作ったのだから、もし神にへそがあるとしたら、アダムにへそがあってもよいのではないか、という人もいる。 実際に宗教画を見ても、へそのあるアダムと、へそなしのアダム、二通りで描かれているのだ。海水はしょっぱいが、どのくらい塩分濃度が濃いのか。海水の塩分濃度は、約、 3.4%水に含まれる塩の濃さを表すのに塩分濃度という言葉を使う海水のおおよその塩分濃度は3.4%海水 100g の中に塩が 3.4g ほど含まれているということになるといっても 世界中のどこの海でも塩分濃度が同じというわけではない。海域によってばらつきがあり、だいたい3.1%から3.8%である。なぜ塩分濃度に差があるのか。それは、暑いところでは海水が蒸発し、加口の近くでは 川から淡水が流れ込み、北極や南極では氷ができたり溶けたりするためである。塩分濃度は水が蒸発すれば高くなり、淡水が流れ込めば低くなる。氷ができるときは塩分を押し出して、さみずだけが凍るため塩分濃度は高くなる。 その氷が溶けるときは、サミの分だけ塩分濃度が低くなる。例えば、北緯0度から70度の北太平洋の塩分濃度は3.4%ほどであるが、同じ緯度の北大西洋では平均3.54%と、大西洋の方が 塩分濃度が高くなっている。これには、大西洋で発生した貿易風と呼ばれる赤道上で東から西へと吹く風が関係している。貿易風は水蒸気が発生した北大西洋から太平洋へと暖かく湿った空気を運び、 北太平洋に雨を降らせる。大西洋では水分が蒸発した分だけ塩分濃度が上がり、太平洋では雨が降って塩分濃度が下がるというわけだ。ここまでは水深が150メートルより浅い氷層と呼ばれる部分についての話である。 水深が数百メートルの温度薬草や約1000メートル以下の深層では海水は異なる動きをする。地球上の海水全体の80%を占める深層では温度と塩分濃度の違いによって世界中の海をぐるぐると回っている。 北極海をスタートした深層水の動きを追いかける。氷の多い北極海では温度が低く塩分濃度の高い海水が作られる。その一部が北大西洋へと流れ出しグリーンランドの沖合で沈み込んでいく。冷たくて 塩分濃度の高い海水は重いため、下へと潜り込むのだ。この深層水は、その後、大西洋を南下して、南極付近で作られた深層水と交流し、インド洋と太平洋に分かれて北上。地形や気象などの影響を受けて、深層水は少しずつ湧き上がってきて、 氷層水となる。そして、太平洋の氷層で温められた流れは、インド洋へと向かい、インド洋の氷層水と合流して、再び北大西洋へと戻る。そしてまた、沈み込みを起こすのだ。このように、海水が循環することを、 海洋のコンベアベルトと呼ぶ。海洋のコンベアベルトは一周するのに平均して千五百年から二千年もかかるとてもゆっくりとした循環である。小さな塩分濃度の差が気が遠くなるほど長い年月のかかる地球規模の循環を生み出しているのだ。 鈴虫の鳴き声は電話では聞こえない。鈴虫の鳴き声はオスがメスに対してアピールするためのものであり、鈴虫だけが発する。このような虫の声ではセミの鳴き声も4000ヘルツ以上になるため、同じように電話では聞こえないことになる。 手締めは何のためにするのか。祭り、宴会、商談など、物事が無事に終わったことを祝し、その関係者に感謝するために、お手を拝借といって、一本締めや三本締めをすることがある。これを手締めといい、語源は、 手打ちによって締めるである。このルーツは戦った相手と和解するとき、お互いに武器は持っていない証に手を開いてパンと手を打ち両手を広げて見せ合ったことからである。相手に対して丸腰であると表現しているのだ。大相撲でも 力士が土俵に上がった際、手を打って両手を広げるのも同じ意味だと言われている。手締めは最初に三本締めができて、その簡略化が一本締めである。関東では一本締めと言うと一丁締めのことを指す。 計算で使う割るの記号は世界共通の記号ではない。足す、引く、かける、割るの四則演算の記号のうち、足す、引く、かけるは全世界で使われるが、割るだけは日本やアメリカなどで使われる記号で世界共通ではない。 世界共通の割り算を表す記号はスラッシュがあるが、ドイツやフランス、オランダなどの学校ではコロンを使用する。コロンというのは日本では〜何々対〜何々で使用するが、ドイツやフランス、オランダではコロンを割るとして使っている。 1684年に数学者ライプニッツが点をかけ算二重点つまりコロンを割り算と記号化したのが始まりであるネイティブアメリカンネイティブアメリカンは クリストファー・コロンブスや移民が到達する前のアメリカ大陸に住んでいた人々の総称である。日本語ではメキシコより北の先住民をインディアン、南の先住民をインディオと呼ぶことが多い。ネイティブアメリカンは自然との共生を重んじ、毛髪に霊魂が宿る。 という思想を有している。独自の宗教は1881年に信仰を禁じられたが、現在ではキリスト教の教えとネイティブアメリカンの霊的習慣を組み合わせたネイティブアメリカンチャーチという宗教が広く信じられている。インディアンという呼称は、 クリストファー・コロンブスがアメリカ大陸到達時にアメリカ大陸をインド周辺部の島々と勘違いしたために命名されたものである。他にもネイティブアメリカンが褐色の肌をしていることからレッドマンなどとも呼ばれる。コロンブスがアメリカ大陸を発見した後、 ヨーロッパからの移民がネイティブアメリカンを虐殺したり、天然痘やインフルエンザなどの感染症を流行らせることで、ネイティブアメリカンは大きくその数を減らしてしまう。アメリカが衆国成立後も、インディアン移住法などの移動政策や、部族の実情を考えない居住地の固定など、 迫害に近い扱いを受けてきた。このような待遇に対して、クリーク族のクリーク戦争、サンテスー族のダコタ戦争など、いくつかの出来事も起こった。ただ、ネイティブアメリカンは、数十以上の部族の総称で、独立した部族同士が、 必要以上に協力し合うことはない。そのため、アメリカに協力して出世をするようなネイティブアメリカンもいたのだ。サイコロの1の目は、なぜ赤いのか。サイコロの1が赤い、その正確な理由はまだ判明していない。 だが、諸説ある。一つ目は、商品の差別化を図るため。1926年、和歌山にあるサイコロの製造会社が最初に赤としたという説。その会社では、自社製品を一目見てわかる工夫として、一の目を赤く塗りつぶした。 そして、実際に一の目を赤く塗ったところ、サイコロの売れ行きが好調となった。しかし、他のサイコロの製造業者が真似するようになり、そのままサイコロの一の目が赤いサイコロが普及していった。二つ目は方角を示している。サイコロの目が、 方角を示すという説である。一が天、六は地面、二は西、三は北、四は南、五は東という方角を示す。その結果として、一は天であるため、太陽のイメージから赤となったという説。他にも、 日本国旗をイメージしているという説もある。また、一の目だけが大きいことも、日の丸をイメージしたからと言われている。色を赤くして、一の目を大きくすることにより、日本の国旗にそっくりに見える。他にも、とあるサイコロ職人の、 親孝行という説もある。大正時代に和歌山県のとある博打打ちが賭博から足を洗った。そして子供のゲームのためにサイコロ職人となるとき、一の目を奇襲の梅に見えるように赤く染めたとされている。これは 親孝行のためだったとも言われている。結果として、このサイコロが大ヒットし、世の中に普及したとされる。